正規解説、ムラサメ型護衛艦。ムラサメ型護衛艦は、汎用護衛艦の第2世代として旧跡が建造されました。現在、海上自衛隊の数の上での主力となっています。ムラサメ型は、阿武隈型の建造により、護衛隊軍の更新が滞っていたために、第1世代汎用護衛艦である、初雪型を護衛隊軍から、飛砲隊へ移管し、護衛隊軍の更新のために、第2世代汎用護衛艦として建造されました。ムラサメ型は、基準排水量4550トンであり、前世代の、アサギリ型護衛艦の基準排水量3500トン、と比べてかなり大型化しました。そのため、乗員の居住性が2段ベッド化など、向上しています。機関は、ロールスロイス社の、スペイ SM-1C2 機と、GE 社の LM2500、2機を搭載し、速力は30ノット前後です。シースパロー湖艦、防空ミサイルを装備し、発射機として MK48VLS16 セルを煙突の間に配置しています。そのためランチャーを装備している。第1世代汎用護衛艦と比べて即応弾数が2倍になっています。後の改修により発展型シースパローの運用能力が付与されました。対空レーダーとして改良型の OPS-24B を装備しています。主砲は 76mm 単装速射砲1機を装備し、1分間に最大85発射撃可能です。近接防空用として高性能 20mm 機関砲2機装備しています。水上打撃力として U-0 式艦対艦誘導弾を8発搭載しています。従来のハープーンミサイルの運用も可能です。また自爆ボートなどに対処するため M-20 機関銃を装備しています。対戦兵器としてアスロック対戦ロケットを搭載し、発射機として従来のアスロックランチャーから、垂直発射式の MK-41VLS に変更されました。三連装単魚雷発射艦を両舷に装備しており、MK-46 対潜水艦魚雷を発射します。艦載機として SH-60J または、その改良型の SH-60K 哨戒ヘリコプター1機を搭載しています。SH-60 クラスのヘリコプター2機の搭載が可能なように設計されており、海外派遣の際にはヘリコプター2機を運用しています。ムラサメ型護衛艦は旧跡が建造され、ムラサメ、ハルサメ、夕立、キリサメ、稲妻、サミダレ、イカズチ、アケボノ、有明と命名されました。汎用護衛艦として、主砲や VLS の統合など、の改良が加えられた高波型も5隻建造されています。ムラサメ型は、汎用護衛艦として、護衛隊軍の主な構成艦となりました。新型の秋月、型や高波型とともに、シーレーン防衛や災害派遣など、様々な任務についています。ご視聴ありがとうございました。